みんなで決めよう、セリーグ前半戦勝手にベストナイン。さあ、このコーナー、番組が選ぶセリーグ前半ベストナインをレジェンドと一緒に勝手に決めようというコーナーです。レジェンドの皆さんには前半戦ベストナインを事前に伺っておりますので、まず鳥谷さんから発表していただきましょう、はい。選んだポイントを教えてください。はい、これです。はい、じゃん。はい、まあ、やっぱりチームへの貢献度っていうところで、どの選手が一番チームに貢献したかなっていうのをポジション別に言わせてもらいました。まあ、迷ったところは抑えところであったりとか、あとちょっと先発も少し迷いましたけど、あとはそんなに迷いなくこんな感じで決めました。はい、はい、ありがとうございます。もうこんな感じですかね。ショートがね、選べなかったんですよ。厳しいですよ。まあ、また佐々木さんだけ座っていつも座って、長岡しかいないんですよ。他のチーム誰もいないんですよ。争いになってない時代。なるほど。争いになってない、ね、でもっと完璧な数字だったら長岡っていけるんだけど、そうでもないし、エラーもするし。そうですね。するでしょ、先輩。長岡でいいんじゃないですか。まあ、それしか出てこなかったの。だからそこだけが、ね、あとは結構すんなり、はい、決まってます。佐々木さんらしい該当者なしってことですよね。こういう人いてもいいでしょ、一人ぐらい。もう素晴らしい、はい、ありがとうございます。ここは結構割れてます。あ、そうだね、難しい、うん、かなり難しいと思いますが、清水投手が入ってる、宮本さん、佐々木さんですね、はい、どうですか、清水投手は。清水はコースいいですよ。ただドラゴンズのやっぱりそこマルチネスがつなぐためには彼がいなかったらってありますから、うん、ほとんど勝ち試合この2人に投げてる感じですからね、うん、はい、石井も頑張ってんだよ。いや、そうですね。そうなんですよ。僕もだから乗ってなかったんですけど、なんか僕見に行った試合ですごい良くて、そのイメージがすごい残っちゃってて、この頑張りね、はい、三振取れるんですよね。そうなんですよね。そう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 、はい、自分も桐敷投手と石井投手と迷ったんですけど、前田さんどうですか、桐敷投手は。あのやっぱ去年のイメージもあって、もう、まあ、今年ももちろんいいんですけども、もういろんなとこでその活躍するというか、はいはいはい、救ってくれるっていうイメージがあるんですよ。あのファンの方のコメントでも貢献度を見たら桐敷投手っていうコメントが今上がってますね。でもまあ三振取ったりとか、こう三振取ってほしいところで三振取ってるのは意外に石井投手。うん、そうですね、ね、うん、前半だってすごかったじゃない。そうですね、結構三振、ね、そうそうそう、すごいいっぱい取ってるんですよね、うんうん、ここは難しいですね、かなり、ね、難しいですね、結構意見も分かれてますね。島内、清水っていうのは決まった場所行くじゃないですか、うんうんうん、だからまあ準備もしやすいとか、うんうん、で桐敷とか石井とか、まあ、いつ行くか結構きついとこ行くじゃないですか、相手によってよ ね、相手によってっていうのは途中から行ったり、ね、また間にいろいろしますから ね、うん、ね、難しいねこれ。あのファンの方からのコメントで、清水投手が去年の8月から長打打たれてないですよっていうようなコメントもあるんですけど、そうなんだ、いかがでしょう。すごいな、いいもんだってことでしょ本当に、うんうん、どうですか、清水投手、石井投手、これ難しいね、石井投手、難しいな、どうしようか、ね、もうこれもちょっと議長、佐々木さんピッチャーなんで、ピッチャー決めてもらっていいですか、こここれ議長って書いたんですけど、いいふりしたね、ピッチャーがもうちょっといいふりしたね、はい、いやでもね、言われるとね、そうね、俺ってほら清水って選んじゃってるから、うん、どうだ、石井も頑張ってる、桐敷もそうだよね、ちょっと若い力にあげない、清水、ああ、うん、そうしましょうか、頑張ってくれっていう、はいはいはい、その期待も込めて、あ、はい、では清水投手、次は、はい、清水投手、はい、はい、行かせてもらいます。はい、はい、決定です。セ・リーグに名を刻め、勝利に最も貢献した選手に贈られるジェラセ・リーグアワード、シーズン終了後には年間大賞を発表、そして今年もレジェンドライブにて6名の OB が受賞者を選考。ちょっと厳しめですけどチャレンジしてほしい。グラミオがなかなかない、かないでしょコメント悪いですね、ちょっと送ってここから伝説が始まる、ジェラセ・リーグアワード、ジェラセ・リーグレジェンドライブ。